66日のエンタメラボようこそ。66日のペッチとキベルジとサグです。というわけでグレートギフト第8話終了いたしました。ということでセミファイナルが終了しましたけども、うん、真犯人は未だに分からず、いや引っ張る ねそれどこか藤巻の妻魔法を急浮上させて終わるというね。最高です。グレートギフトすごいな、やるな、すごいね、しびれました ね、うんうん、ね。で今回グレートギフトっていう題名の回収もありましたね。ね、タイトル回収ありました。うん、今まではギフトだったけどもさらなる上、うん、だからグレートギフトやっと完成したんで、それを私たちのものにしましょうよってね、うん、白鳥に電話してましたけども、うんね、まだまだなんか2点3点ありそうだから、最終回もね。そうだね、わかんないね、まだ。だから、最終回めちゃくちゃ楽しみ、楽しみだな。はい。なので、まあ、その、楽しみをね、さらに倍増させる意味でもね、ちょっと最後ここで考察して、うん、全部考察し終わってからね、最終回迎えるように今回も頑張りましょう。はい。はい。というわけでね、まあ、このタイミングでする考察はこれしかないでしょう。魔法が真犯人でいいのか、まあ、真犯人徹底考察っていう感じですね。うん。まあね、8話ラストで真犯人候補にね、急浮上した感じはするけども、本当にそれでいいのか、もし、ああ、すごいすごいすごい。それはそうだよな。そう。違うならば、じゃあ誰なのか。うん、まあそこまでね、今回やっていきたいと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。というわけで、そんなグレートギフトは毎週木曜日9時からテレビ朝日系列で放送されているドラマでありまして、僕たちの動画その翌日に直後考察動画を上げておりますので、ぜひね、リアルタイム放送と合わせて見ていただければなと思います。というわけで、まずはね、8話で分かった魔法の真相をね、振り返っていきたいんだけども、まあ令和4年の生命権の名簿を藤巻が確認すると、魔法の名前があったよということで、で、そこでね、藤巻が思い出したのは、入院する前の魔法は、治験の看護師として生命権で働いてたという事実を思い出しましたと。うん、まあこうなったので魔法がね真犯人なのかとはなってますけども、まあさっきも言ったけども魔法は真犯人ではないと思っています。と、うん、いうことでね、魔法が真犯人ではない理由を考察していきたいんだけども、まあクルメが語った真実と、まあ、推理の中で真犯人は初期型オクトセブンを改良して改良型オクトセブンを完成させたと言っていたので、まあやはりねギフトを培養もできるし、もはや改良もできる優秀な技術者ってことが改めて分かりましたからね、はい、うん、まあ看護師の魔法がねそこに当てはまるかっていうとちょっとやっぱり当てはまらない気はするよね、うんうんうん、だからまあ魔法が創造者にまあ当てはまらないってことだ、ね、うん、そういうことだね、うんうんうん、まあ正確に言うとこの真犯人も創造者ではなさそうなんだよね。まあそうだよね、うん、だって創造者はあくまでもクルメだからね。まあそうだね、ああ、うん、まあ言い張ってるとか、そう言い張ってる、ね、そう、ただ私の方が優れてるよとか、まあそういう意味も込めて私が創造者なんだよって言い張ってるから、うん、うん、真犯人も創造者じゃないし魔法はまあ元創造者じゃないよねっていう話かな、まあ、うん、うん、まあということなので、やっぱり魔法はあくまでも知見でね働いていただけで真犯人ではない気はするよね、うん、うん、では真犯人は誰なのか、まあもうここを何回も言ってるけどもやっぱり奈良がね怪しく思っちゃうかな。うんうんうん、まあ今回の奈良ちゃんの動きとしては、白鳥らは奈良にギフトの培養をお願いしていたっていうのがありましたね、うんうん、まあその時にね細胞培養士の資格を持っていることも判明しました。うん、やっぱりこれを見ても技術者であり培養も改良もできる人物っていうのは間違いなさそうだよね、うん、また怪しい点としては簡単に培養成功していたっぽいんだよね。そうだね、うん、で本人も割とちゃっちゃとできちゃいましたけどもみたいなことを言ってたと、うん、まあというのもね真犯人なら頻繁に培養していたっていうのはもうほぼ確定してるので、まあ簡単なのも納得はいくよね、うん、ちょっとなんなら藤巻と久留米は結構難しいみたいに言ってたって言ってたから、その二人が嘘ついてるはずはないからってことだね、うん、やっぱりそれだけギフトに詳しい人物っていうのはまあ間違いなさそうかな、うん、あとはね細かいところで言うと、白鳥に職場を変えることもできると言われた時に、まあこの職場が好きなんでとも答えてたと、うん、まあこれもねこの病院を離れたくない理由があるとも思えるよね、うんうん、なんか8話の久留米の推理でも真犯人は久留米をライバルだと思っているとか、うん、まあプライドが高くて稚拙な人間なんじゃないかって推理はしてたけども、うん、まあなんか奈良のこの発言も私の方が優秀だからまあ簡単に培養もできたし、まあ久留米より優秀と認められるまでこの病院に残りたいんだよっていう意図にも感じるかな。そうね、うん、まあなんか明確にあそこが怪しかったっていうのは奈良ってほとんどないんだけどもね、うん、うん、消去法的なとこもあるし、うん、うん、まあこうやって考察してみるともう3話ぐらいずっと怪しいって言ってるからね、うん、
ちょっとみんなもういいよと思ってるかもしれないけど、やっぱり怪しくは思っちゃうかな。そうな、うん、まだ今日でも尻尾出した感じじゃないですか。まあそうだよね、まあ、培養がすぐできるが一番さすがにね確定要素であるな。なんか今まで本当に外側にいたのに急に中に入ってきた感じもするから、うん、まあなんか真犯人としてあぶり出される前のムーブっぽいよね、やっぱり。そうね、うん、それでいうと過去でまあ見てみると、その奈良っていうのは久留米先輩に必要以上になんかご飯行きましょうとか、なんかまあ、ね、コンタクトを取ってたから、うんうんうん、まあなんかライバル心というか、まあなんか探なんていうかな、まあひっつくことによって、まあそうだよね、なんかまあそれがまあ仲良しに見えるけども、裏を思えばまあ嫉妬だったり、はいはい、うん、そういったところに繋がる、そうだね、かもしれないしね、うん、なんかやたら興味を持ってるからね、クルメ、ね、まあそれはライバル心とか嫉妬とかそっちなのかもしれないね、うんうん、またさ、8話の最後の方にさ、白鳥に真犯人から電話があったシーンあったと思うんだけど、そこでさ、真犯人が白鳥にギフトを失ったようですねって言ってるんだよね、うん、で白鳥はなぜ知ってるんだみたいなことを返してたけども、まあこれも真犯人が奈良だったら、やっぱり8話からギフトの培養は自分でしてたわけだからね、うんうん、そのラボからギフトがなくなったっていう情報は容易に知ることはできるよね。そうね、うんうんうん、結構この情報を知ってるっていうのも限られた人物ではあるのかな。そうね、確かに元のありかを知ってるってことはね、そうだよね、培養した人しか知らないから、そうっぽいよね、うんうんうん、まあ、あとはアンリとかも知ってたけども、うん、まあアンリもその次ぐらいに僕ら怪しんでるけども、うん、なんかもうここまで来るとアンリよりやっぱり奈良の方が全然怪しい気はしちゃうかな、うんうんうん、またですね、前回もしたんだけども、ポスタービジュアルの謎についてもちょっと触れたくて、前回もね、手を出していない人物が怪しいと考察したけども、まあそうなると手を出していないのは久留米と奈良、そして藤巻が出てないんだけども、うん、なんかさ、こうなると手を出していない3人はギフトを培養できる人物っぽく思えてきて、うんうん、で逆に手を出してる他のメンバーっていうのはギフトを欲しがってる人物を表してる、うんうんうん、っていう感じがしてきたかな。確かに、うん、だからある意味真犯人は奈良ちゃんだし、まあ、生み出したのは久留米っていうことなんだけども、まあ、欲望のままギフトを欲しがっていたのは他の人物みたいな、うんうん、真犯人であり生み出した人物はこの2人なんだけども、なんかある意味悪は他の人物だったというか、うん、それをなんか欲まみれに欲しがってたのは他の人物でしたっていうのがこの物語の真相というかね、うん、うん、この2人に関してはなんかそこまでの欲を感じないんだよな、うんうんうん、あくまでも研究者としての差がというか、はい、なんか研究者として認められたいっていうのが、まあ、真犯人ならかは分かんないけども、うん、なんか真犯人にもそれを感じるからね、うんうん、やっぱり周りが欲深く動いた結果こういう悲惨な事件になってしまったみたいな、はい、うん、なんかそういうのをこのポスターでも表してるのかって気はするかな、うん、まあ、確かにギフトを欲してるっていう意味で言うとすごい当てはまりそうやな、うん、ね、欲してるよね、うん、やっぱ手の感じは、うん、このだから手出しない3人は欲してないからね、そういうことなんだ、うんうん、だからそのギフトを作ったその先を欲してるよな、そう、承認欲求とかね、うん、認めてほしいとか、うん、その先を欲してるから、そう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 、ギフト自体を欲しないで見ると確かにそうだね、うん、まあ、とにかく手がなんかヒントらしいからね、うんうん、まあ、欲望を表した手とかになってくると一応意味としてはつながってくるのかな、はい、そうだね、うん、ということでね、まあ、奈良が真犯人の方向かなとは思うんだけども、まあ、細かいところで疑問は結構あって、でまあ、例えば真犯人はギフトの培養を止めろとね前回まで言ってたのに、真犯人が奈良だとすると8話で自らの手で培養してたけども、それはいいのかなって気もちょっとしたんだよね、うんうん、ただまあこれに関しても、まあ、周りにやっぱり優秀さをアピールしたかったっていうところを見ると、そういう理由で培養した、うん、なんか7話まではさ、培養をするなってすごい電話でも言ってたから、うんうん、奈良の動きとしては8話から今度自ら培養してたからね、うん、なんかちょっと疑問は残ったんだけども、まあ自分で培養する分にはいいというか、あくまでも他の人に培養されたくないっていうのが真犯人の考え方、そうだ、うん、自分だけができることであってほしいというみたいな、ね、独占欲が強いじゃない、うん、ってなると、まあここも一応疑問はなくなるのかな、うんうん、あと疑問点で言うと、やっぱり真犯人と真帆の関係性、うん、ここは結構難しくて、なんか僕的には2人はそこまで関係があるわけではないのかなと思ってて、やっぱりさ、普通に真帆と真犯人、まあここで言うと奈良が組んでるんだとすると、真帆を問い詰めると真犯人分かってしまうからね、うんうん、なんか最終回の展開的にはそうではなさそうなんだよね、うん、なんか魔法を問い詰めるけども、やっぱり私は真犯人ではなくて誰か分かんないのよってなって、やっぱり真犯人誰なんだってなる最終回な気がするから、なんか組んでる気はしないんだよね俺的には。うん、うん、なので魔法は生命圏で働いていたけども、それだけで犯罪には加担してないのかなと僕は思っていて、なんか8話でもギフトのことを何も知らない様子だったし、その辺を考えると奈良も生命圏で働いていた過去があるのかなっていう感じ。
そうしないとさ、7話で殺された稲葉教授のやはり君かっていうのが繋がってこないんだよね。まあそうだね、まあ、この稲葉教授を殺したのも奈良って考える方がベタではあるかなと思うからね。やっぱり奈良も生命圏で働いていた、だからやはり君かっていう言葉が出てきた。でしないと真帆が稲葉教授を殺した可能性も出てきちゃうよねって話かな。まあそうだね、まあ真犯人にやってこいというか実行犯として駆り出された可能性もあるけども、まあそうなんだよね。でもその所長がやはり君かっていうほど、そのなんかね、所長と関わってたのかっていうのも分かんないじゃん。一看護師として期間限定で働くって言ってたから、なんかそんな因縁もなさそうだからね。から所長の中では多分真犯人が思い浮かべてる、それならまりかもしれないからね。そうだよね、一看護師の真帆が別犯人かもって思わないはずだから、そうだよね、多分ブラフなんでしょうね、もう真帆。だから真帆は言うて犯罪はしてないのかなって方向の方が高いのかな。まあね、匿名の誰かに押されてギフトを持ち出したっていうだけとかね。そうそうそう、俺もねちょっと考察変えるならそれはあるかなと思ってて、まあ真犯人のね奈良が、まあ、心臓が悪かった魔法を匿名とかで脅してね、生命圏の情報を聞き出したとか、まあその中でギフトを盗んで来いって言ったとかね。でそうなると奈良は生命圏では働いていないってことにはなるのかな。まあ、そうだ、そうだよね。ただそうなると稲葉教授のやはり君かが繋がってこないから、この辺ちょっと細かく考察すると難しいんだけども、まあ名簿ゲームだからねこれ。そうなんだよ、ね。いやそうなんだよ。なんかまた名簿に実は違うのがいましたってのもなんかちょっと考えづらくはあるんだよな。もう使ったよね。カードそれはやったんだよね。でやっぱり。真犯人は生命圏では働いてなかったけども生命圏にいた魔法を利用していろいろ動いてたっていうのがなんか一番ありそうな気はするんだけど、稲葉教授のやはり君かのせいでなかなかこの考察も難しいんだよな。だからまあ生命圏で働いてる時真帆が不審な動きとかあんまりいい噂がなかったら、まあ所長の頭の中に残ってた可能性はあるけども。じゃあ稲葉教授は真帆がやったってことか。まあそうなるね。そうだよね。まあでも生命圏のメンバーじゃなくても普通に奈良がその、まあ仕事的にその顔、面識があったとかはあるのかな。稲葉と教授とね、それでなんかちょっと目についてたというか、まあそうだね、なんかもっと前の接点とか、まあそこが真犯人につながる最後の一点みたいなことで、なんか真相が出てくればね、稲葉教授とこんなとこで知り合いだったのかとか、なんかそっちに行くのかな。確かに生命圏の名簿はもういいんだよな。そうだね、だからかつてのなんか教え子だったとか、なんかそういうので結構やばいやつだったとかね、危険者でそれを覚えてたとかね。そうだね、という感じで、まあやっぱり真犯人は奈良以外ちょっと出てこないな、このままだと。まあそうなるんですか。まあさっきもね、まあ次に怪しいのはアンリとは言ったけども、それこそなんか生命圏で実は働いていた枠で言うともう真帆で十分だからね。もうこれ以上はないでしょう。さらにアンリが実は病理師でとかになってくると、誰かそこの辺調べろよと思ってくるから、ね、そうだよね。なのでその辺から見てもやっぱシンプルに病理師の残りの一人奈良が怪しいっていうのでグレートギフトの考察はいいのかな。いやまあそうじゃね、ポイントは無事です。はい、ということで、まあちょっとね考察チックではあるんだけどもやっぱヒントが少ないドラマではあるからね。まあね、なかなか考察が変えられずにねここまで来ちゃったけども、まあここまで来たら奈良に注目して最終回見ましょう。はい、はい、考察してても楽しいですけど普通に見ててまっさらな気持ちで面白いですね。面白い展開がやっぱりこう引っ張ってくれる感じがね、やっぱマイファミリーみたいなそのやっぱ電話の感じゾクゾクもするしな、やっぱ展開がしっかりしてるからね。リアタイム向きと言っていいんですか。いやほんまに面白い、リアタイム増えてきたもんね。はい、ありがとうございます。なので最終回も僕たちもねもう奈良まりだったらおーってなるし、奈良まりじゃなかったら一番びっくりするから、もはやそれすら期待しちゃいますので、ぜひとも最終回僕たちと見届けていただけたらなと思います。というわけで以上ロクロクビでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しは楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後の作、はい、最終回謎を残して終わりました。どんな謎を残して終わらせてくれますか。病院で人気のプリンがかぼちゃのプリンだった。全然謎じゃないし、謎ですね。なんでかぼちゃなんだろう。まあいいよ別に。